バレロ・リベラ・フォルチは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県バルセロナ出身のハンドボール選手。LNH ディビジョン1の HBC ナント所属。ZIP は元ハンドボール選手でスペインとカタールの代表監督を務めたバレロ・リベラ・ロペス。1995年に FC バルセロナのユースチームに加入。1998年に父のバレロ・リベラ・ロペスが監督を務めるトップチームへ昇格した。2005年に BM アラゴンへ移籍。2007年にアルヘシラス BM へ移籍。2008年は AD シウダーデグアダラハラ。2009年は SD オクタビオとチームを転々とした。2010から11年シーズンからフランス LNH ディビジョン1の HBC ナントへ移籍。同シーズンは129得点を記録。2011年にはスペイン代表に初選出された。2011から12年シーズンではディビジョン1の最優秀選手、ベスト7に選出。158得点はリーグ2位を記録した。2012から13年シーズンは2年連続でベスト7に選出。シーズン176得点を記録した。2013から14年シーズンは3年連続リーグ2位となる173得点を記録。7メートルシュートはリーグ最多の86得点を記録した。2014から15年シーズンは165得点に終わり、リーグ4位の記録となった。2015から16年シーズンは3年ぶりのベスト7に選出。シュート率はリーグ1位となる。751を記録し、得点は184を記録したが、ミケル・ハンセンが大幅に上回る228得点を記録し、得点王のタイトルを逃した。同シーズン限りで、なんと退団。2016年8月2日に、古巣の FC バルセロナラッサと2018の19年シーズンまでの3年契約を締結した。2018年から、古巣の HBC ナントへ復帰。LNH ディビジョン1。ありがとうございます。